こんにちは。これ買ったので、ちょっと開墾したいと思います。これ何か聞きますと、ラージダイアフラム、コンデンサーですね。コンデンサーマイクです。これね、MXL マイクロの、コンデンサーマイク。まあね、ここにちょっとある、ちょっと見えないな、の、NT、ロード NT2A みたいなもんですね。まあこれね、すごい安かったんですよ。1万いくらだったかな。まあちょっと開墾したいと思います。じゃ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 ーん、じゃ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 ーんと。お。おお。まあ、V67G という、保証書となんか入ってますね。はい。ビニール袋に入った。よいしょ。ははは。開かないわ。テープでがっちり止まってますね。うん。はい。アタッシュケース。じゃ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 ーん。じゃ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 ーん。じゃ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 ん、じゃ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 ん、じゃ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 ん。はい、何が入っていると言いますと、重たいコンデンサーマイクや。え、うん。コンデンサーマイク。よいしょ。これね、テープが硬いんだね。よいしょ。まあ、コンデンサーマイク。まあ、前がこっちですね。ここに、真ん中に、マイクがあって、こう透かしてみると、お、これで見えるかな？光で。うん。こんな感じでマイクにこう入ってます。まあ、クリーニングクロス。ちゃんとさ、これ入ってんだよね。つまり、これね、スポンと入れんじゃない？ああ。そうそう。これでね、開けるんだね。おっとっと、落としちゃダメよ。やばいから。これで開いて、ここに開けるんですね。で、これ何かというと、ここにベルトが、このバンドが入ってるから、バンドを、これめんどくせえね。まあ、私のロードのあれと一緒に、同じようにあるんで、こうやることで、こう、開くんですわ。こうなってるので、これで開いて、入れるんですね。入るんかい。まあ、とりあえず今これをこうやって、とりあえずこうやっておきます。で、実は、これは、引っ掛けるんですよ。こうなってるので、交互に引っ掛けていくんですね。交互に引っ掛けることによって、この揺れを防止するわけですよ。よいしょ。ロードの方は、輪ゴムこのバンドが、これついてきてるんですけど、緩くなってしまったから、100均の、髪の毛を曰くバンドを使ってます。まあ、それでもいいんだなぁ、なんていうのが分かって、いちいち800円とかするやつ買わなくて済むわけよ。で、こんな感じで、よいしょ。なるんですね。あ、まあ、ここでも、これはこれだな。で、あとですね、ついでに、金属製のポップガードがついてます。ほら。すげえわ。硬い。硬い。ああ、まあ、硬いのは仕方ない。これ、ビスで止まってますね。で、これを、まあ、本体に取り付けるんだね。これに取り付けてやるという。その他にですね、素晴らしいことに、まあいいや。
ネジのサイズを交換するための、これのね、ネジのための交換がついてました。二つ。まあ、ツータイプですね。太さが違うやつ。まあ、こんな形のものが付属でした。まあ、これからね、ちょっと使っていきたいと思っています。ケースに入って5章大事にね、私、ロードの、あれなんて、ペラペラのケースだけでしたからね。まあ、こんな感じでございます。以上でございました。ご清聴ありがとうございました。